朝日焼きの茶碗朝日焼きは京都府宇治市で焼かれる陶器。宇治茶の栽培が盛んになるにつれ茶の湯向けの陶器が焼かれるようになった。江戸時代には演習七葉の一つにも数えられている。朝日焼きという名前の由来については、朝日山という山のふもとで釜が開かれていたという説と、朝日焼き独特の赤い斑点が極光を思わせるという説がある。宇治地方は、 古くから、良質の粘土が取れ、末木などを焼いていた釜バートが見られていた。室町時代、朝日焼きが起こる前には、経歴も、全く不詳な宇治焼きという焼き物が焼かれ、今も、名器だけが残されている。今日、最古の朝日焼きの刻印があるのは、慶長年間のものである。しかし、桃山時代には茶の湯が交流したため、初代、奥村次郎衛門当作が、太鼓、 ト臣トミヒデヨシより絶賛され、末作りとなお改めたというエピソードも残っていることから、当時から朝日焼は高い評判を得ていたことになる。後に二代目末作りの頃、小堀園・江森正和が朝日焼を庇護、そして指導したため、なお一躍高めることとなった。同時に縁州は朝日焼の釜場で、数多くの名器を生み出している。 三代目末作りの頃になると、茶の湯が一般武士から道場、公家、町衆に広まっていき、宇治茶栽培もますます盛んになり、宇治茶は高値で取引されるようになった。それに並行して、朝日焼きも流盛を極め、宇治茶の思向に合わせて高級な茶器を中心に焼かれるようになっていった。朝日焼きは原料の粘土に鉄分を含むため、 調整すると独特の赤い反転が現れるのが最大の特徴である。そしてそれぞれの特徴によって呼び名が決まっている。ありがとうございます。